絶望ネーム失踪さんからいただきました。絶望した。テレビで静岡が映るときお茶畑ばかり映していて絶望した。いくら名産だからって静岡県がお茶畑で埋め尽くされているという誤解が生まれるじゃないですか。え、埋め尽くされてるよね。そうじゃないの、ね、お茶畑でしょ。ほとんど静岡県はお茶畑でできている。あ、サッカー場。お茶畑しかないんじゃないかな。サッカー場、そうだ、サッカー場あるわ。そっか、まあそうだよね。まあ静岡ネタでもう一つありますからね、ちょっと読んでみましょうか。はい、絶望ネーム、あの子のブーツは豚の耳の匂いさんからいただきました。絶望した。静岡出身というとサッカー得意なんでしょと言われることに絶望した。やっぱそうだよね。まあそりゃそうだよ。そうだよね。うん、基本お茶かサッカーでしょ。うん、はあ、もうだってほら新幹線でさ静岡通るときってさ本当にもうお茶畑しか見えないじゃん。うん、お茶畑の。だから僕も本当にこういうイメージですけど、うん、なんかこうリフティングしながらこうお茶むしるみたいな。すっごい器用、すっごい器用。違うのかな、多分。お茶飲むとサッカー上手くなるかもしれないでしょ。あ、そっか、カテキンにそういう作用があるのかな。そう、はあ、ペットボトルのお茶なんかふっって感じでしょきっと。みんなこうちゃんとマイキュース入れるでしょうね、きっとね。マイキュースを持ってこうやってみんなこうやってるんじゃない。マイ茶飲み、マイ茶飲み、学校とか会社にもマイ茶飲みがあって、うん、じゃないのかな。いいな、それはそれでいいよね。お茶っ葉の匂いってすごくいいもんね、うん、好きー、うん、あれいいですよね。いいよね、うん、ところなんか静岡っていいイメージですよね、うん、それ考えたらね、うん、全然いいじゃないですか、ね、誤解どころかいいイメージですよ。いいですよ、これとっても素敵なことだと思いますよ。そうそうそう、はい、じゃあ次いきます。絶望ネーム猫缶日記さんからいただきました。絶望した。新潟市出身ですというと冬は2階の窓から出入りするんでしょと言われることに絶望した。え、本当？ああ、佐藤 D は、まあこれについて共感できると。これ絶望する方向性で共感できると。はあ。言われる？ああ、やっぱ言われるんだ。だってするじゃん。まあでも基本的にだって2階にも出入り口あるでしょ、どうせ。2階玄関とかあるでしょ？たまにほらあるじゃん。なんか、あれ見るとさ、あのなんか玄関どうやって使ってんだろうな、みたいなさ。だってもう出たらあれ落ちちゃうじゃんみたいなさ、ね、こう見上げるとさあの扉なんだろうなみたいな。昔隣の家と繋がってたのかしらぐらいの玄関あるでしょ。うそうだよね、あれ新潟仕様なのかなと思うんだけど、え、だってしてたしてた。この間私冬に金沢を帰るとき新潟通りましたけど、うん、みんな屋根の上にいたよ。だいたいそんなもんだよ ねああ雪下ろしをたくさんしなきゃいけなかった。まあだから結果こういうことになるんだよ ねまあ、絶望先生を、まあ、アフレコしてた、スタジオに行く途中に、そういう扉がついているうちがあるのね。えあんの。いつもだから通るときに、あの玄関って、玄関っていうか、あの扉何なんだろうと思って、本当にもう2階に普通に扉がついてて、まあ、だから外向きにこう取っ手がついてるわけだよ。へぇー。誰も入れないのね、そっからは。はい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 。まあ、出ることはできるかもしれないけど、まあ、当然すぐもうなんか足場がないから下に落ちるしかないんだけれども、はいはい。そういう玄関がついてて、ああ、新潟だからだ、と思って。新潟仕様なんだ、あのうちは、と。ああ。だから多分新潟人があそこに住んでるから、そうか、お家を設計した時に、設計した時に、あまりに当たり前すぎて、うん。作っちゃったんだ。だってほら、雪降ったら出らんなくなるじゃない、つって、新潟から越してきた人が、あそこに住んでんじゃないかなと。かもしれないです、ね。あ、それで新徳が行きました。なるほどね。あそこ新潟人が住んでんだね。納得しました。佐藤さん、全部、なんか抵抗できてないですよ、きっと、ラジオ的に。だって佐藤D、さっきさ、ああ、だって電線とかまたいだことあります。言ったじゃん、電線またいで遊んでましたって言ってたじゃん。ね、言ってましたよね、さっき。そんな無理だよ。そんな電線またいで遊ぶなんてエヴァンゲリオンぐらいしかできないよ。だってそんなのな。ねえ。それから考えたら、昔は雪降った？今でも一緒でしょ？だって今佐藤さん東京にいるからでしょ？そうだよ。気づかないだけで、温暖化でとか言ってますけれども、まあでも基本的にはね、そんな電線なんてまたげるもんじゃないですもんね。ねえ、羨ましい。いい体験してますよね。そんなことしたことないですからね。うん、私もエヴァになりたい。うん、さあ次、絶望ネーム、破れ金魚すくいさんからいただきました。絶望した！京都出身ですというと
京都の人って修学旅行どこ行くの？どこ行くの？と毎回聞かれることに絶望した。まあ小学校の修学旅行先は京都市内観光でしたけどね。確かに、どこ行くの？修学旅行どこ行った？京都。僕も京都。皆さんはちなみにこのスタジオにいる方で京都に行ったことある人、はい、手挙げて。全員ですね。全員京都ですね。ほぼ全員京都ですか？行ってない人。手挙げてない人は、どこに行ったんですか？あ、関西出身の方。うわ、どこに行くの？どこ行くの？伊勢。伊勢？はぁ、まあ。あ、そうですか。伊勢に行った。お伊勢参りをするんだ。お伊勢参りを修学旅行で。ああ、まあそれはそれでいいなって気がしますけどね。へえ。わあ、でも京都いいな。京都いいですね、京都。なんかいいよね、京都に。今の時期とかだとさ、まあちょうど初夏じゃないですか。はい、はい、はい。ハモとかさ。ああ。食べたいよね。はい。はい。食べたい。ハモ食べたいよね。すごいいいな、京都。湯通しした、こう、なんだろう、ハモをこう。あー、最高。バイン肉ソースでね、食べたいよね。美味しそう。いいじゃないですか、いいですね、京都。いいですね。修学旅行行きましょうよ。急に、ものすごい発想ですけど。修学旅行。大人の修学旅行行きましょうよ。行きたい。ねえ。だってほら、京都ってさ、はい、もう本当に旅行に行くイメージじゃないですか。そうですね。なかなか我々そのお仕事では行かないでしょ、うん、まあ通過することはあってもさ、うん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 、でもまあその通過するにあたってさ、やっぱりその駅から見ても、うん、なんだろう、京都の街並みっていうのがさ、こうなんだろう、見て取れるじゃないですか。はいはいはい、はい。そういう独特な雰囲気があって、やっぱり素敵な街だな、うん、ね、僕らは勝手に思ってるわけですけれどもね、うん。まあでも京都に住んでらっしゃる方はね、まあ、それはもうお腹いっぱいだよっていうふうに思ってるかもしれない。そうですよ。けれども、うん、修学旅行先はやっぱり京都市内だと。うん。旅行なんですかね。遠足とかにならないんですかね。まあなんだろうね、きっとね。しかも小学校の時だからね。まあね。うん。破れ金魚すくいさんがね、一体。あんま遠くは行けないでしょ。うん。まあこう中学高校は一体どこに行ったのかっても気になるところですけどもね。ね。うん。なるほど。じゃあ続いていきますか。はい。絶望ネームマリオの部下男性さんからいただきました。絶望した！徳島県出身というと。阿波踊り踊ってよと言われることに絶望した。確かに授業で教わりますけどね。そっか、阿波踊りって徳島県なんだ。そっかそっか。まあそうだよね。阿波踊りってすごく有名じゃないですか。はいはいはい。それこそなんか阿波踊りはまあもちろんさ、徳島県のまあその発祥したものかもしれないけれども、うん、全国各地で結構やってるじゃない。そうですね。うん、阿波踊りをなんかその商店街とかでさ、踊ったりなんかするのもやってるわけだから、それはもう誇るべきことですよね。そうですよ。だってしかも授業で教わるんだったらそりゃ言われますよ。だって本家が見たいじゃないですか。まあ当然踊ってるだろうしね。ね。うん。見たいですよね。朝礼とかで踊るんじゃないの？だどうせ。あ、阿波踊り始め。始めみたいな。ああわあ、なんか阿波踊り長みたいなのがいて一人壇上とかでやっちゃったりするんですかね。そう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 。うわあ、なんかいいなー、うん。会社とかでもね、朝礼でやったりするんじゃねえの？よし、みんな今日も阿波踊り始めるぞ、うん、みたいなね。でテンション上げて、じゃあ今日も頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いしますみたいなことでやってんじゃないの？多分ね。わー、楽しそう。うん、まあやっぱりね、よっぽどほら、なんだろう、その都内のね、その阿波踊りやっているその自治体の方々とかはさ、やっぱり練習するわけじゃないですか。そうですね。ね、うん、でもまあほら、徳島出身の方はね、授業で教わってるわけだから。すごいですよ、もう染みついてますから。もうソウルに染み込んでるわけですよ。そうですよ。曲が聞こえるとすぐですよ。もうすぐですよ、阿波踊りだって。やんなきゃ。もうソウルに染み込んでますから。そうですよ。完璧に体に染み込んだその阿波ダンスがね。阿波ダンスが。なんかはいけるわけですよ、彼らが。すごい。いや、素晴らしいじゃないですか。いいじゃないですかね。ねえ、いいことだと思いますよ。次は次、はい、絶望ネーム南国の人、女性の方からいただきました。絶望した！沖縄県出身ですというと、学校帰りにサトウキビかじるんでしょと言われることに絶望した！実際にかじったことありますけど、何かもう、あるんだったらしょうがないじゃん。まあ、だって、羨ましいもん。ね、道端に生えてんの、ボキッと言ってね。バツって、わーわーって食べながら帰りますよ、そんなの。みんな、ナタ持ってるでしょ、だって。みんな、ナタ持ってるでしょ。いつでも、うん、いつでも、サトウキビをね。うん、サトウキビをもぐための、こうやって。そんな。はい。
みたいなことじゃない。何メートルかごとに置いてあったりするかもしれないですよ。まあ大体だって左右の道はもう 100% サトウキビじゃないの。ねえ、なんかそんなイメージありますけどね。うん。あ、いいな、今すごいいい光景浮かんじゃった。わあ。直線なの結構長い。うん。道が。あ、いいな、食べ放題。食べ放題。沖縄本当にまあすごいいいとこですからね。見たことないんですよね。あ、そうなんだ。うん。すごい素敵なところですよ。はい。なんでね、羨ましいですけれども ね。はい、うん。じゃあ次行きますか、はい。絶望ネーム、神の谷の広志川さん、その他たくさんの皆さんからいただきました。絶望した！埼玉出身です。というと、埼玉って、何があるの？と聞いてくる人たちに絶望した！ええー、そうですとも確かに何もありませんよ！埼玉スーパーアリーナ。そうだよ、もうそれがある！夏はお祭りだ！そうだよ、だってスーパーだもん。そうだよ。スーパーアリーナだもん。すごいもん。すげえ、普通のアリーナじゃねえんだよ。そうです、スーパーですか。スーパーアリーナだもんだ。そうですよ。あるじゃん。あるじゃん。言っちゃえ。あと何があるの？サッカー場？サッカー場なんだっけ？あるの？埼玉。あるのか。浦和レッズ。うんうん。ナックファイブ。ナックファイブ。おー、埼玉。さやまちゃん。え？さやまちゃん？ああ、それ知ってる。さやまちゃん。あとは、長瀞急流みたいなね。いいとこですよね、きっとね。うん。あるよ、きっとあるよ。俺、一時期埼玉県の広報番組やってたから。だからそんな知ってるんだ！だから知ってるよ。そう。あと何があるんですか？え、ちょっと広報してください。お、どんなこと言ってました？あ、草加せんべい、草加せんべい。うん。ヒントもらってばっかりじゃないですか、広報。ねえねえ。お前いつも浦和で、収録してたんだけど、駅前ちょっと行ったところにあるアジオで、ピザを食べて帰るのが好きだった。おー、じゃあそこのピザ。うん。まあ、都内にもあるんだけどね、アジオが。おー。でも、空いてっから。あー、それはいい。それは落ち着きますもんね。だろ？うん。あとは？あと？ここ。おー。あ、なんかね、浦和がすぐいっぱいあるんだよね。え？南浦和とかさ。あー、四つ五。え、北浦和とか。ね、西がねえんだっけ？東がねえんだっけ？なんかとにかくなんとか浦和ってのがいっぱいあるんだよ。うんうんうん。で、で、あとは？あと？あとね、海がない。あれ？これ、マイナスかな？